中野のパーフェクト人狼ゲーム、ハージーマールよー。あたいみたいな天才目指して、頑張ってねー。キラキラーダイヤモンドー。輝く星のようにー。栄光、志望校、なんとかして入ろうー。天才、秀才、トップ目指して、ゴーゴー。秘密の大数字目指してー。1、2、9。じゃあ、中野さん、そろそろ始めましょうか。今日はあたいが主役だから、張り切っていくよー。役職は、市民4、人狼2、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、ギャンブラー1だよ。ギャンブラーとは、市民陣営で、投票時に投票するか、票を貯めるか選択できるよ。票を貯めた場合は、その日の投票はできなくなるが、票はストックされるよ。投票した場合は、溜まっている票数すべてを、その日の投票に使うよ。それでは、ハージーメールよー。1日目、話し合いスタートだよ。じゃあ占い師は出てきて。どれやろ。私、霊能者。じゃあ、天使が進行ね。オッケー。今回は、ギャンブラーがいるんですね。市民陣営が有利になるからよかったよ。それはどうかな。結局、ギャンブル要素があるからね。はい、ギャンブルは怖いですよ。勝てばいいけど、負けたらすっからかんだからね。ねえ、それはお金が絡むギャンブルじゃ。あ、そうか、昨日パチンコで負けちゃったから、つい思い出しちゃって。私は、宝くじを買ったよ。こすず、それはギャンブルに入るの。まあ、たくさん買ったらギャンブルになるんじゃないかしら。皆さん、ゲームから脱線してますよ。うん、そうだね。ゆうかはさっき、ギャンブラーはギャンブルだから、市民有利じゃないみたいな言い方してたけど怪しいもんだね。そういえばそうですね。ゆうかは、市民が有利なのが嬉しくないんでしょうか。ということは、ゆうかは人狼側ということになりますね。ちょっと待って。私は、ギャンブラーという役職を、冷静に分析しただけだよ。天使どうする？私は、ゆうかが言ってることわかるよ。でしょう。ギャンブラーは、票を貯めても死んでしまったら、何にもならないから本当にギャンブルだと思う。うん、だから、個人的な意見だけど、巫女はゆうかを黒塗りしようとしてるのかなーって。それは私的には、飛躍しすぎだと思うのですが。今日は、初日から盛り上がっておるのー。ふと、大事な時にのんきなこと言わないでくださいね。お、かたじけない。ああ、何か気が抜けちゃった。今日はふとで。天使、それでいいの？今日はのんきなふとを、提出にするよ。話し合い終了だよ。投票中、投票結果。巫女1票、ふと9票。よって、ふとが処刑されるよ。まさかの飛び火を、食らってしまったんじゃ。夜約。2日目、小鈴が無残な姿で見つかったよ。じゃあ、話し合いスタートだよ。占い霊能結果よろしくです。入荷しろ。霊能結果は、ふとは白だったよ。占い結果では、昨日殴り合った、ゆうかとみこは白ですね。もちろん。まあ、どちらかが囲われてると思うけど。そして、ギャンブラーは投票しませんでしたね。貯める作戦だね。票を貯めて、ここぞという時に使ってほしいですね。そして、今日こそは、人狼を釣りたいところだね。あと、無礼なのは、かなことは急だよ。天使、どうしますか？そうだね。今日はそれぞれ人狼だと思う方に入れようか。話し合い終了だよ。投票中、投票結果。あきゅう4票、かなこ4票。同数のためランダムで。かなこが処刑されるよ。そんな。夜約。3日目、あきゅうが無残な姿で見つかったよ。市民頑張ってください。話し合いスタートだよ。もう占う人いないよ。そうですね。じゃあ霊能結果お願いします。霊能結果は、かなこは黒だったよ。やったね、人狼あと一人になった。運が良かったみたいだね。確かに、昨日はランダム勝負だったからね。ほんと、ランダム勝負はヒヤヒヤして心臓に悪いよ。そして、ギャンブラーは、もう2票貯めていますね。私、人狼が誰かわかったよ。巫女、誰なの？それは、ゆうかだよ。なんで？
市民なら、ランダム勝負でも、そこまでヒヤヒヤしないと思う。優香は人狼だから、仲間がわかってるし、ヒヤヒヤしたんじゃない。ミコはまた、人の上げ足取って。そのまま、ブーメランで返すよ。ふん、いらない。今日も、優香とミコが殴り合ってるけど、ラチが開かない感じだね。優香もミコも落ち着いて。まあ、役職持ちじゃないのは、優香とミコとヌエとカグヤの4人だから。優香とミコのどちらかが、人狼の可能性は高いよ。そうですね、城圧迫できそうですが、どうしますか？私、カリウドを使用するよ。私がカリウドです。じゃあ今日も、それぞれ人狼だと思う人に投票するよ。私は優香に投票するよ。私は、ミコに入れるよ。私も、ミコに。私は、優香に。私も、優香に。私も、優香に。私は、内緒だよ。投票が終わったよ。よって、ミコが処刑されるよ。なんで？人狼を退治することが、できたよ。市民の勝利だよ。それでは、気になる役職配分を発表するよ。優香は市民。旗手は占い師。天使は霊能者。かなこは人狼。アキューは市民。ヌエはギャンブラー。ふたは市民。かぐやは狩人。ミコは人狼。ライコは狂人。ゴスズは市民でした。そして、ギャンブラーのヌエは、3日目の投票で、貯めていた票をすべてミコに入れたよ。それでは、ご視聴ありがとうねー。